お疲れ様です。はい、今回 P 会です。こちら乃木坂46でございます。なんかもう乃木パっていう言い方で浸透してるみたいですね。いいっすよね、呼びやすくて。マリオパーティーだってマリパって言うわけですからね。じゃあやりますか。スペックは一見232のライトミドルで遊びやすく見えるんですけど、実際は結構とんがってます。ラッシュ入れないとまず出玉は増えないっていうタイプですね。おい、さ、スタート注目。セリフ赤、さあ初めての赤です。キャラ対決揃って、これが保留が変わる緑へ。さあ発展先はソフトボールのアニメーション対決に行った模様。青文字かな今のは。お、曲が変わりましたね。なんだろう、なんかこれからライブが始まるんだぞというような。さ、入賞フラッシュしております。いただきました。来た来た来たって言いましたよね。待ちましょう。さ、注目出ましたよ。あれ、ここかな。さあどうかな。勝負に勝てばライブゾーン。ほう、どうだ。決まれ。あ、惜しい。あ、僕もっと結構ガンガン煽ってガンガンリーチいくのかなと思ってたんですけど、こんな風に。そうでもないっすね。あ、4回目、これはさすがに。さあどうなる。さあお弁当出来上がりの、あー、タイマー。さあ何が来る。やっとやっと。さあ疑似霊、あー派手。保留が紫に変化しております。さあセリフは赤、ここは覚えといて。さあタイマーで何が来る。なるほど。さあ疑似3連です。いやー、もう一発で刺したい。ここは準備はできてるのか。さあどうかな、これは。ほい、チャンスか。ボイズチャンスでしたね。ほい、これは金のカットインと見ていいんでしょうか。おお、かっこいい。これ変身 SPSP リーチっていう注目演出のうちの一個なんですけど、で特にレジェンドメンバーが出てくるとかなり激アツらしいです。でそれ以外のレジェンドメンバーじゃない方だと信頼度が 15% ぐらいまで落ちるみたいですね。レジェンドメンバーだと 80% まで。すげえ緊張しましたね今のリーチ。で今のリーチは途中のチャンスアップとかの兼ね合いによってかなり信頼度が変わるみたいですよ。やっとやっとそれっぽいのいきましたね。よしよし、いいよいいよ。あー、入場ブラッシュしました。どうかな。さあどこまで育つかな。ボタンバイブりましたね。さあ転発してドキドキチャージは、うん、疑似霊2連目、いいよ、怒ってきた。お、さあ疑似2連目でもう保留紫ですよ。これもう一回言ってほしいね。いけ、よし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 。さあ本日2回目の疑似さんでございます。ここら辺はセリフ赤でまとまってます。さあ来た、黄色お願いします。
お、さあもう一個入れた。どうなるかな。ほい、赤保留。ここのギミックの流れは一緒ですね。ほい、お、さあチャンスアップ赤でいただきました。どうかな。でね、サイド液晶のゲーム数赤いんですよ。さあそんなこと言ってたら、さあ激ラブブーストというのが発動してますよ。これは当たるんじゃないですか、さすがに。レディーゴー。よし、よかったです。図柄2番いただきました。ゲーム数289回転目です。分母超えちゃいましたね。まあいいでしょう。さあこっからはラッシュをかけた演出が入るのかな。はい、ほい、あ、もう始まってんのか判定が。これラインですね。なるほど。ほい、あそうなんですよ。でもこっから時短なんですよ。よしよしよし、あ、引き戻せるチャンスですよね。ここはお、いきなり疑似連、お、いきなり疑似さんだ。堀は緑、変身チャレンジ。保留変わってますから、なんか成功するんじゃないですか。あ、何、ビートマニア。はい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 、ダメだこれ音ゲーの才能がないこれこの帰り道モード中ですか。よっぽど強くないと期待できなさそうですね。疑似さんにバンバン行く割にはそうでもないなっていう。終わっちゃった。くぅやってしまった。もう一回目指します。あ、止まるんだ。で、このリーチは結構もう 4,5 回目ぐらいなんですけど、まあなかなか突破してくれないかなっていう印象ですね。優勢って思うでしょ。なかなかいかないんですよこれでもね。あそこはあんま期待しない方がいいですね。お、さあ言ってたら、うわ、いきなり疑似さんだ。あらららららら、紫、おお、展開が早いな。オッケー。さあこれで変身 SPSP に行くということでしょう。さあロゴのギミックが起こってきた。ほい、あ、はいはいはい、これっすね。ここは赤にならなかったけど、この下の赤は影響あるんですかね。このリーチ僕はあの静かになるところが好きです。こっから1、2、3、2、1、0。惜しい。なんで声まで静かになっちゃうんですかね。ああ。変化してます。で、入場音もフラッシュしてます。初めて複合しました。
そうかな、割と期待してます。さあ赤スタート。お、ライブゾーンの煽り、これはさすがに行くんじゃないか。あー、いきなり赤保留。いやー、これはものにしたい。いったいったいった。しかも見ました、今赤さん図柄でテンパイしてましたよね。さあこれはもう疑似さんは行くでしょう。さすがに行くと思う。むしろ疑似にないんじゃないのかな。よし、オッケーオッケーオッケー。さあ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 、うん、ロゴが落っこってきた。ここまでは予想通り。おい、さあ初手当たったリーチですね。チャンスアップもちゃんと赤で絡んでおります。お、上がりきった。うわー、さすがに大丈夫だと思います。え、失敗。逆転は、マジ嘘。いやー、もろたと思ったのに、くそあれ外れんのかい。まるで熱そうな始まりですが、で、ね、ボタンもバイブってました。今全部金に見えますね、今のところ。これはなんかあるんじゃないですか。どういうこと。とりあえずなんか堀はもう変わりそうですよね。変わった紫、はい。どれが止まる、ステージ。おお、タイマー。あ、長い長い。さあ2連目、まあもう3いくでしょうね。ここはこのタイマーの長さ、ゼロになった時何が来るんだろう。うん、はい、ここまで予想通り。さあ赤セリフが来て、ほい、赤3つ目。どうなんだろう。うわ、びっくりした。さあどうかな、ほい。あー、金色のエフェクトのカットインが出ました。どうかな。さあ SPSP の先告知いただきました。おい、あ、これレジェンドっすよ。このリーチだけで 80% の信頼度みたいですよ。もらったでしょ。これはさすがに大丈夫。あー、しかも激ラブブーストも絡んでしまいました。これはさすがに。はい、先に言います。178回転目図柄2番。いやー、よかった。いやー、腫瘍をお見せできました。よかったです。で、1回目はその訳も分からずここは見てたんですけど、デートの約束を取り付けられればラッシュってことなんですかね。ここはチャンスアップは絡むパターンあるんですかね、色とか。よし、
よかった、よかった、よかった、よかった。はい、ここからラッシュでございます。5回転で 3.7 分の1を引けばレンちゃんです。はい、チャージ完了ね。1回転ずつ見せてくれるんすかね、これは。どこ行こうか、あそこで写真撮ろう、めっちゃ可愛い。お、大丈夫じゃないかな。どいてくよ、カップルばっかりだね、もうちょっと時間ある。ほい、楽しかったね。紫かな、これは。そういうことっすか。急にどうしたの。成功すれば大当たりと。そんな急に言われても。大丈夫だと思うけど。あれ、あんま行かないけど大丈夫。あー、マジ。まだチャンスはあると。なるほど、5回転分を今の演出1回でやるんですね。せっかく、せっかくラッシュ入ったのに。もう、でラッシュが終わってもまた時短に行くと。ここら辺が他の台と違うところですよね。いや、それよりね、あのちょっと、ちょっと、引き戻しもできずか。マジか。いやー、申し訳ない、本当申し訳ない。